僕あのできた本当はその時行かなかったんですけどね、はい、ボディビルやってるんですか。あ、いいえ、あ、そういうわけやってるでしょ今さっきポーズ決めてましたもんね。おおっと、ボディビルの一歩手前のオープンの分に向けて練習中です。頑張ってください。はい、それじゃあね、結構いい、すごいですね。男性だけのちょっとポージングっていうのはちょっと難しいかもしれないので、そこで今年の夏、長野県のボディビルの大会に古越さんがやってるジムの方から、はい、ラグジムの方から女性の方でのブで出るんで、なるほど、どうぞ。舞台度胸をつけるために舞台度胸を、素晴らしい、初披露かな。うん、何するんですか、どこへ。でも普段練習何気にしてるから上手いです、大丈夫です。鏡の前でやってます。はい、カモン、はい、カモン、カモン、拍手、まずはフロー、リラックス、いやいやいや、いや見られてるよ、ターンライト、ウォー、ウォー、ウォー、ナイスポーズ、バック、バック、リラックス、リラックス、いや笑うとこじゃないんだ。プラスターの、ね、お願いします。笑うとこ。素晴らしいです。え、いいよ、俺だってポーズ知らないもん。ターンライト。いや、お腹入れて。わあ、すごい。いすごい。新春西脇道。ダイエット頑張りました。すごい。半年間。進行中。進行中。よっしゃ。全部お願いします。フロント。フロント、カメラ向いて、フロント、カメラ、え、世界発信ですよ、これね。世界発信、世界に今もう、ヘイ、もう世界デビューですよ、これ。ダブルバイセプス、世界デビュー、カモン、いや、切れてる、パッ、オーケー、オーケー、決まった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 、結構あれなんですよ、女性で懸垂ってなかなか難しいんですけど、彼女の場合ね、ガンガンやってるから、なかなかね、ここの脇の下って女性でこういう風に広がるっていうのは簡単なのにで、実は難しいんです。斜め懸垂170回できます。すげえ、すげえ、見てた、サイドチェスト、これは胸と二頭筋と肩を強調するポーズです。見てください、肩、肩切れてるでしょ。切れてる、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 お、はい、フロントリラックス、はい、サイドチェスト逆パターン、お、ここ、ここ、いいよ、ナイスポーズ、ナイスポーズ、ナイスポーズ、バック、バックダブルバイセプスで、普段これこういうの練習で1分ぐらいもずっとやってると結構ね、別にウエイトトレーニングしなくてももう汗ダラダラになるんですよ。結構楽そうに見えて実際にやるときついんですよ。ちょっとやしすぎに。オッケー。きついポーズだよ、これ。オッケー。じゃあ3人で。オッケー。よっしゃー。じゃあ女性を前に。女性を前にして。